YTJP チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。 NMB48 です。はい、れいちゃんレーダーがみんなの笑顔を見つけ、れいちゃん見つかっちゃった。ありがとうございます。綺麗で華麗な女性になりたい、滋賀県出身、高校2年生17歳のれいちゃんこと城西れいです。はい、あふれる笑顔、えいやん、全力疾走、やるやん、空手ガールのあいやん、ありがとうございます。アイアンパワーでみんなの心に彩り加えるよ。兵庫県出身、高校1年生のアイアンこと山本彩香です。はい、恋のおまじない、ゴーゴーセブン、ここで和んで、ココナ、ありがとうございます。大阪出身、中学3年生、15歳のココナこと梅山ココナです。そうですね、やっぱり山本彩香さんが卒業されてからの初めてのシングル曲で、すごいメンバー一人一人の意識とかすごい感じられる曲だなって、その歌詞とかもそのメンバーにこう伝わってきてるなと思います。でも選抜にずっと選んでいただいて何作目かになるんですけど、この第2章っていう大切なスタートに選抜メンバーとして選んでいただいて、そして8人選抜にも選んでいただくことができたので、もう第2章を私たちが引っ張っていけるようなメンバーになれるように頑張りたいなと思います。このこれからまた新たな NMB48 が始まるというこの大切なシングルに選抜メンバーとして選んでいただけたことは本当にすごくありがたいですし、その選んでいただけたことに感謝して、その期待を超えられるように頑張りたいなと思います。私もこの今回選抜メンバーに選んでいただいて本当にありがたいなと思います。やっぱいつ外れるかとかもわからないと思うので、もっともっと上を目指して頑張りたいと思います。本当に7年ぶりの近畿10番勝負ということで、私たち5期生はもちろん経験したことがないので初めてなんですけど、新しい新チームでの初めてツアーがさせていただけるということで、まあ、近畿の方には本当にもっともっと NMB48 のことを知っていただきたいですし、なんか魅力だったり、こう、わ、この子かわいいなとか、この子のこういうとこ素敵だなっていう一人一人の魅力だったりまで伝わるようなツアーにできたらいいなと思います。いつも応援してくださるファンの皆さん、ありがとうございます。成長速度が遅いんですけど、私はでも皆さんにどんどん嬉しい報告をしていけるように頑張るので、これからも NMB48 の応援として私のことも見ててくださると嬉しいです。いつも応援してくださる皆さん、本当にありがとうございます。これから新たな NMB48 が始まるというこのシングルをきっかけに、もっともっと NMB が成長できるように、そしてもっと外に出ていけるように私たち精一杯頑張りますので、これからもたくさん私たちのことを応援してくださると嬉しいです。いつも応援してくださる皆さん、ありがとうございます。はい、これからも NMB48 をそのいろんな方に知っていただけるように、私も精一杯、発信していけたらいいなと思います。よろしくお願いします。